先ほどからの話出てますけども、ここで生活をするということがまず考えられないと、はい、犯罪を犯す者というのは少なくとも犯罪を犯しているときには常人ではないんですね。普通の考え、私たちがそんなことはありえないということが彼らにとっては普通であった可能性、また、寝てはいないけどここにいるわけですよね、はい、匂いという話も出てますけども、はい、匂いというのは慣れてしまうと自分では気づかないということ、はい、そこで普通に生活をしている様子があった可能性もあると思います。さあ、まあ、この事件についての新聞の報道です。宇賀さん、お願いします。はい、こちら今朝の毎日新聞なんですけれども、別の女性心当たり、手で帰宅時、証言きっかけ発覚という見出しです。警視庁捜査